デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。今週は台風に始まって、また今週末は台風の進路が気になるという1週間になりました。しかしニュースもたくさんあります。日刊現代ではどのニュースに注目をするんでしょうか。さて、今週の担当の方をご紹介しましょう。スポーツ編集部長の森本圭司さんと、ニュース編集部の小畑源太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初はですね、新閣僚、まあ、大臣が決まったわけですけれども、現代では、まあ、大臣、新大臣を裸にするというような連載がありますね、はい。このあたり小畑さんに、はいはい、この連載、割とその内閣改造があるごとにですね、やっているところなんですが、はい。まず今日の、まあ紙面、まあ、6日付の紙面ですが、はい。早速その厚生労働大臣の根本拓実さんについて、はい、紹介をさせていただいております。はい。それで彼なんですけれども、まあ、はっきり言うとですね、安倍首相の、まあ、お友達なわけですねはい、はい。まあ、かつてからですね、はい、その政策グループ、はい、まあまあ、その議論するようなグループなんですが、ナイスの会、うん、1998年、はい。でこれは安倍首相と根本さん、あとは石原伸晃さん、はい、大臣も経験しましたし、篠崎康久さんも大臣も経験した、はい。そういうグループの中で、まあ、昔からの、はい、まあ、友達という間柄なんですね。そうなんです。NICE ではなくて、そうなんです。 NAIS のナイスなんですね。各人たちの頭文字になっております。はい。それで、まあ、仲がいいと言ったら、まあ、あれなんですけども、根本さん2009年ですね、一度落選をしているんです。はい。まあ、ベテランではあるんですけども、もともと建設官僚で優秀な人ではあるんですけども、2009年いわゆる自民党ゲアした時の選挙で落選をしていて、うん、 ね、はい、その際にですね、その安倍首相ご自身が、まあ、根本さんに対して大丈夫かと励ましの電話を入れる、うん、それぐらいこう気にかけているような存在で、はい。なぜどういう人かというと、根本さんすごく優秀なんですけれども、まあ、腰が低くて、まあ、地味なタイプなんですね。福島2区の選出ですからね。そう、固い方と言いますか、福島県人には分かる、分かる、そう、そういう方で、やっぱこう言ったらちょっと語弊があるのかもしれないですけど、安倍首相ってその優秀ですごく偉そうな人ってあまりタイプじゃない。つまりそれはてまして、イエスマンが好きっていうことなんですかね。イエスマンでちょっとこう腰が低いような人が、はい、まあ、性格的にも好きだというところもありまして、はい、まあ、今回入閣と、はい。で実は2012年にも彼は、根本さんは、一度入閣してるんですね。はい。復興担当大臣として入閣をしている。あ、まあ、福島ですからね。それはそうですよね。はい。で今回は厚生労働大臣、はい。厚生労働大臣ってもう、まあ、さまざま年金だったりとか社会保障とか、はい、相当重要なポジションなんですが、そうですね、はい。どうもですね、いろいろ話を聞いてみると、そのこれまで厚生労働行政についての、うん、まあ、お仕事の中で政策を作ったりとかって中で名前を聞いたことはほとんどないと、はい。だ要するに、まあ、人によってはですね、はい、彼は、まあ、厚労行政については、まあ、ズブの素人だよと、うん、なんで彼なんだと、そういう中で、はい、相当やっぱ批判にさらされるんですよね、国会の中でも。その野党にどうなってんだとか、はい。まあ、この前の通常国会でもその裁量労働制の元になるデータの不備とかもありましたし、ね、はい。今まだ現在進行形で問題視されているのが障害者雇用の水増し、そうですね、各省庁にありましたよね。はいはい、ね、こういう問題っていうのもおそらくその臨時国会でですね、はい、審議をされるんではないかと見られていますので、うん、はい、相当な批判にさらされる可能性が高いと、はい。それであまり知識がないという方だと、うん、答弁にもこう窮するような可能性も出てくると、はい。そうするとちょっとやばいんじゃないのこの人、うん、っていう形になっていって、こう、まあ、ある意味炎上してしまうというか、はい、そういう可能性も実は今後出てくるんじゃないかなと見られているような方です。うん、はい。もちろんその、まあ、全体の話で言うと、そのやっぱりそのお友達がやっぱり何人か
入閣しているような根本さんと、まあ、はい、同じようなパターンで入閣されている方もいて、はい、同じようにその専門性がないのになぜこの人なのっていう人材も中にはいるという指摘もありますので、はい、やっぱりその何て言うんですかね、今後根本さんまだこれから分かんないですけど、同様その、追及の的になってしまう可能性っていうのもあるんじゃないかと、はい、まあ、そういったことを含めですね、その人物像どういう人だよっていうことを含めて、はい、これからもその、まあ、新しく入閣した大臣についてはちょっと連載で深掘りをしていくというところです、はい、そうですね、1回目はあの片山さつき議員でしたね。そうなんです、片山さんはその、まあ、ある意味こう一点なんですよ、はい、あの大臣の中では女性ただ一人、はい、そうですね、というのも、まあ、それだけ女性でこう適格者がいないと、まあ、これまで小渕優子さんであったりとか稲田朋美さんであったりとか、はい、いろいろいらっしゃいましたけども、まあ、問題を起こしてそれなりにもがありましたよね、責任を取らされると、はい、いないことはないんだけど、みんな常に傷を持ってしまったから、高市さないくらいかなみたいな感じはあるんですよ。そうですね、ちゃんとこう高市さんやってましたね、やってましたね、はい、だあとはなんかみんなちょっとした問題を抱えたあれあれっていうようなところもあるので、片山さんはもともと実は2012年の総裁選挙では、まあ、石破さんと安倍さんといろいろ5人立ったんですけど、はい、立候補者が石破さんの支援に回ってるんですね、はい、で今回は安倍さんの支援に回っていると、あら、要するにこれ言い方悪いですけど、あの処世術に長けているという、あ、それはいい言い方なんじゃないんですか、はい、風見取りって言うんじゃないの、そういうのってちょっとあの言い切れない言い方ですね、処世術に長けている、はい、そうですね、はい、でももちろんそのもともと財務省の官僚だったので、うん、あの非常に頭が良くて優秀な方なんですが、うん、根本さんとちょっと違うのは腰が低くない、低くないそれはね、あの分かる気はします、いろいろ漏れ伝わってくることを聞くと、ね、はい、え、そんなこと言うのみたいな感じのところというところもあるので、はい、本当は安倍首相はそんな好きじゃないんじゃないかなと思うんですけどそれだけ女性でこう登用できる人材がいないのかなという、はい、まあ、人事の象徴ではないかなと見られております、はい、一応ね、適材適所ということですから、ちょっと見守ってみましょうかね、ということになりますね、はい、はい、さあそして2番目の話題ですが、森本さんなのでスポーツです、高橋由伸監督が辞任ということで、そうですね、はい、まだ残っ、ね、もしかしてクライマックスシリーズまでいけるかもしれないという大事な時なのに、クライマックスシリーズに行けば日本シリーズに出る可能性もあるわけですから、はい、そうです、万万が一日本一になったらどうするのかっていう気もしないではないです、それを心配するあの他球団の人もいてね、まあ、全部終わってからでよかったんじゃないのなんて、あの昨日あの DeNA の、ね、高田 GM に、はい、本市の記者がインタビューした時も、はい、質問とは別にね、それにしてもなんで巨人は全部終わるまで待たなかったのっていう、確かに日本一にある可能性があるわけですから、ね、まあとはいえですね、はいはい、あの今期のその負け越しがもうすでに決まっていて、はい、その仮にその CS に進出してですね、まあ日本シリーズに出るというようなことになってもですね、シーズン、まあ、最も重要視されるペナントレースではまあ負け越しをしてしまって、はい、まあ、就任3年間で一度も優勝できないと、はい、でその前の原前監督のですね最終年からくら、すると、まあ、4年連続の V1 と、うん、いうことで、これ巨人の史上でも、ワーストタイ2度目のことなんですね、はい、でとはいえですね、あの9月にですね、山口オーナーがですね、はい、吉野監督の去就に関してですね、非常にその手腕を、私は手腕を評価していると、若手も出てきてるし、はい、引き続きね、来期もやってもらいたいと、うん、自分は考えているというような、まあ、言い方をしてですね、来期の続投を示唆するような話があったんですね、はい、でチーム内、球団内で話をいろいろ聞いてるとですね、あの一説には高橋由伸監督が、まあ、今年が3年契約の最終年ということになってるんですけども、3年前に実は5年契約を結んでたというような話もあって、はい、まあ、それだけその球団もですね、読売本社もですね、はい、その今の巨人を立て直すにはその2年3年じゃまあ難しかろうと、ましてやその、由伸監督はその現役を続ける意向がありながらですね、はい、そうですよね、あの無理や半ば無理やり引退させられて、はいはい、挙句にその監督を引き受けてもらったという、うん、まあ、球団と読売には負い目、ある種の負い目もあるんで、
向こうの方からその慶喜の監督の首を切るということはどうも想定してなかったみたいですね、はい、やっぱりね、うん、結局その慶喜監督の方から、責任を取りたいと、はい、言うんで、オーナー以下ですね、本意を促してたんですけども、どうも本人の意思が固いということでですね、はい、まあ、こういうことになったんですね、はい、うん、でまあ、その慶喜監督がこの、まあ、一説には5年契約と言われながらその3年で辞めてしまうという、まあ、決断するに至った背景には、ね、やっぱり、もう一つ、ね、この球団とこうチーム作りに関して、ね、どうもまあ意見がこう合わないことが、はい、多くなってきて、特にその香取 GMがまあ戦力補強チーム作りの責任者なんですけども、はい、その香取 GM の考え方と、まあ、現場の慶喜監督が、はい、求めるような補強をなかなかしてもらえなかったと、はい、で今年はその中日の去年のホームラン王のゲレーロをね、はい、取りましたけども、あれは決して慶喜監督が望んでた、うん、戦力ではなくて、で中日時代からいろいろまあ扱いもですね、非常に難しいタイプの選手だというふうなことがもう広く伝わっていたん で、うん、でましてやホームランは取ったけども勝負弱いというんで、うん、その慶喜監督がゲレーロ獲得を発表された時も、私が聞いているところにおと親しい関係者にゲレーロはなって言ってたらしいんですよね。じゃあそういうことがね、中日だからホームラン王になるっていうところもありますからね、ありますよね、うん。でまあ、巨人をましてはまあ特殊な球団ですから、はい、で案の定ですね、うん、ゲレーロは途中で2軍落ちにして、はい、慶喜監督との面談を拒否したりですね、まあ、いろいろそのグランド外でもちょっと厄介な存在になってしまって、はいはい、まあ、慶喜監督からするとだから言っただろうというような、うん、まあ、感じだったと思うんですよね、はい、まあ、そういうことが積み重なって、まあ、と、まあ、自らのその低迷の責任を取るということで、はい、まあ、球団のその遺留もにも首を縦に振らなかったというようなところがあるみたいですね、はい、まあ、でも何がびっくりっていうのか、その次がまた原監督が戻ってくるっていう感じなんですか。そうなんです、これがね、そう、もうそれだったらなんかさ、本当に慶喜かわいそすぎないっていう感じなんですけど、原前監督はですね、昨日、はい、報道陣にですね、まあ、現時点で言えることないし何もないよと、はい、まあ、ごまかしてるんですが、実はもうね、すでに就任の打診を受けていて、まあ、ほぼ返事もしてるに等しいような状態なんです。で、まあ、後任は原さんで間違いない。で、おっしゃるようになんで原さんなのと。そうですね、うん、で原監督は、まあ、過去計12年間、まあ、巨人の監督を率いて、はい、まあ、大変なその優勝7回、はい、日本一3回、まあ、実績はすごいんですけども、うん、その一方でその、まあ、蒸し返すようで申し訳ないけども、その1億円不倫問題とかね、はいはい、あるいはその球団を根底から揺るがしたの野球賭博問題っていうのは全部その原政権下で起きてたこと で、はい、でそのに関してですね、何のこう説明もしないままですね、うん、もうそろそろこう若い人に託した方がいいだろうということで、3年前に監督を辞めたんですよね、はいはい、いろいろ考えると、でしかもですね、その原監督の12年間で、FA 選手を12人取ってるんですよ、はい、これ長嶋監督9年間で7人だったんですよ、はい、何でも欲しがるって言われた長嶋監督以上に外からの補強に頼って、はい、で結果それがその若手のまあ成長を阻んで、でそして今こう慶喜監督がそのまあ言葉は悪いですけども出がらしみたいなチームを任されて、はい、まあ、3年間苦労してようやく、はい、今年岡本とか、ね、若い人が出てきたと、もうよし岡本っていう感じでしたね。そうなんですよね、だからその原さんが率いてた12年間のこう総括を踏まえて読売は慶喜監督に託したというところもあるんだけども、なぜそれでまたね同じところに戻るのかなというのがまあ確かに大きな疑問で、結局まあ後任がいないんですよね、後任候補が。
球団巨人としてはやっぱり本命が松井秀喜で、松井秀喜、ね、さえやってくれればこれ何の問題もないんですけども、はい、まあ、松井がまあいろんな事情で、はい、まあ、ニューヨークに拠点を置いたまま、はい、なかなかこう巨人の監督を率いるという、ね、まあ、まだ覚悟を、はい、決めてくれないということで、はい、そう考えると、まあ、由伸辞任は、まあ、ある種の緊急事態なんで、そういう時にはもう、まあ、原前監督に頼るしかないというのが実情だと思うんですよね。はい、ね、まあね、でも、まあ、ジャイアンツは本当にまだまだチャンスはないわけではないの で、 そうです、ね、首の皮一枚でちゃんとつながっているので、うん、しかもその皮がだいぶ厚くなってきた感がするんですよ。だからなんか本当に終わってから言ってほしかったなっていう、まあそうですね、まあ、その出がらしみたいなチームをその指導の経験が全くないまま任された由伸監督が非常に、まあ、ある面では気の毒なところもありますけどね、確かにでも3年間の采配その他見ていても、どうもこうなんだろうな、なんでこういう系統なの、なんでこういう采配なのっていう、そのまま投げさせておいた方が良かったんじゃないかと思う、ね、ファンの方でも思うようなこともあるし、でまたベンチでこうね、はい、ちょっと、まあ、表情に乏しい人ですから、どちらかというと、はい、勝っても負けても淡々としているような、はい、まあ、雰囲気でしたから、それもこう、まあ、客商売ということを考えればね、どうなのという話が、まあ、球団内にあったのは事実ですけどもね、はいはい、まあ、次がどうやら決まっているということではありますけれども、そうですね、まずは目の前の試合頑張っていただければと思います、うん、はい、さあ続いては、いよいよ豊洲開場ということになりますけれども、この豊洲の4つの滞在というこちらも、今週いっぱいで、連載があったんですが、これについてもちょっと小畑さんに聞いてみたいと思います。はい、はい、いよいよですね、まあ、6日から、今築地にいる方々が引っ越しを順次始めていくと、はいはい、で11日に、正式に開場ということになっているんですが、はい、このままで大丈夫なのかということについてはですね、まあ、いろんな人が指摘してますし、はい、今回の連載でもちょっと4つの観点から、紹介をさせていただきました、はい、で一応その6日付のですね、紙面の方で紹介したのは、まあ、観光客、はい、集まんのかっていう話なんですけど、築地ってものすごくこう、そうなんですよ、海外の方々にとっても魅力的なスポットなんですよね。そうなんですよね、やっぱり行ってみてもですね、海外の人いっぱいいますし、はい、写真撮ったらなんだよっていうのは多いですけれども、はい、果たして集まんのかと、うん、でこの紙面でも紹介させてもらったんですが、その築地っていうまあ、そのなんかこう歴史ある、はい、建造物だとか、競りの熱気であったりとか、はい、こういうのをまあ見たいという外国人もいらっしゃる、いっぱいいるんですけど、はい、サッカー選手のデビッド・ベッカム、はい、彼が、まあ、訪れて、うん、インスタグラムかなんかに SNS を紹介したりっていうこともやっているんですね、はいはい、それで、まあ、彼だけじゃなくて、そのパティ・スミスさんっていうそのパンクのロックの、はい、まあ、ミュージシャンの方ですね、はい、彼女なんかもその、まあ、移転についてちょっとこれどうなんだと、うん、ノンワンホテルウィーボンとフィッシュマーケット行った、いやでもホテルも足りないですよって感じですけどね、まあ、そうそう、まあ、要するにその、はい、なんて言うんでしょうね、まあ、古き良きっていうものをやっぱりこう大事にしたいし、うん、そうですね、そういうものに価値があるっていう考え方を持っている方が多いのかなという印象で、それで豊洲市場というのはもう本当に完璧に真新しくて、行ってみると分かるんですけど、すごい大きいオフィスビルとか、ええ、工場みたいな、はいはい、そんなイメージなんですね、はい、すごい無機質な、無機質な感じ、ね、で、まあ、アクセスも、はい、公共交通ではゆりかもめとか、はい、まあ、バスも走るのかな、あまりその交通の便もよろしくないと、はい、築地はもう銀座の資金で、そうですね、歩こうと思えばね、銀座から歩けますからね、築地はね、うん、はい、でそこに本当に無機質でアクセスの悪いところに、うん、これ来るのかな、大丈夫かっていうお話ですよ、はい、それでもちろんその汚染の問題であったりとか、その使い勝手の問題も
ちゃんと解決されたとは言い難い状況で、現状でもその業者の方の中にはですね、その本当にここも大丈夫なのと、はい、で要望書まで書いて小池知事に提出したりとか、そういったことまでやっているんですね。で、その状況の中でおそらくこのまま移転するとですね、さまざまな問題が起きるのではないかと、つい先日もですね、豊洲市場の敷地の中からマンホールあるじゃないですか、そこからこう水がドバッとこう吹き出しちゃったんですか、吹き出しちゃったということがありまして、実はこれ東京都も認めているんですが、その汚染土壌があって、そこからこう地下水がこう上がってくるんですね。でそれを一回その市場の中で浄化した上で下水に排水するというルールになってるんですけども、浄化する前のものが出てきちゃったんですね。で大丈夫なのって聞いたんですけど、大丈夫ですって言えるんですねまあそんなに要するに汚染の濃度は高くないし大丈夫なんだ、まあ、局所的で、まあ、短時間の、 流出なので問題はないだろうという見解だったんですが、それでも心配ですよね、やっぱり。そういうのってちょっとちっちゃいこう針の穴がどんどん大きくなるみたいな、うん、そういうイメージがあって、こともありえますしね、ちょっとあるとね、なんか、こうゴキブリ一匹の後ろになんか50匹いると思えみたいな、なんかそういう感じで、ね、こう ちょっとしたこう、ほころびからわーっと広がっちゃうような怖さがあるなという気がしますね。そういう問題を抱えている上に必ずしも使い勝手も良くないし、観光客も集まらないでしょ、というところに移転してしまっていいのかという問題ですよね。その今築地行ってみると、もうマグロの競りは見れなくなっちゃったんですが、そうなんですよね、それでもやっぱりそのなんて言うんでしょう、魚をやり取りしているその熱気だったりとか、その動きとかっていうのはもう生で感じることができるんですけど、豊洲に移ると実はそれができないんですね。っていうのもガラス越しになっちゃうっていうことですね。見学者用の、通路みたいなのがあって、ちょっと2階部分からこう市場を1階部分をこう窓越しにこう見下ろすような、そういう感じなんですか。こうじゃなくてこういう感じなんですね。そうなんです。で、一部分しか見えないところだったりとか、全体的に見えるところもあるんですけど、ちょっとその臨場感に欠けるし、これで来て、どれだけみんな喜んで帰るのかなっていうところもやっぱりまだ残されていて、このままだと本当に非常に貴重な、築地市場というか、その魚河岸の文化というものがですね、世界からこう非常に重視されていたのに失われてしまって、いいのかと、ということですよね。なんかこう魚を買った後にこう野菜を買いに行くのがすごい遠かったりとか、いろいろ大変なんですよね。だからそれが大変で飲食店も困っちゃうっていう、そう、ね、もう閉店を決めてる店も結構聞いてますし、その中に名店もねあったりするからちょっと困りますよね。そうなんです、残念ですよね。実際にその閉めてしまったお店の人に聞いても、やっぱりその毎朝仕入れに行ってるんだけれども、今築地では豊洲でそれができるかなって、今おっしゃったように、魚を買うところと野菜を買うところの距離がえらい離れて、1キロぐらいなんですよ。そうですね、貴重な朝の時間をそれに使えるかどうかっていう、本当に飲食店をやってる人って、小さいお店ほどもう追われてるんですよ、例えばその居酒屋さん、小さい居酒屋さんであればもうランチ営業はできないなとか、そういうところまで出てきていて、お店を閉めてしまうところもありましたし、そういうね、皆さん結構そういう小さいお店って好きじゃないですか、それやっぱ寂しいですよね。そうですよね、でも実際には会場がもうすぐということなので、本当にこれの後にいいニュースがいっぱい出てきたらいいんだけどなというこう不安いっぱいのままこう迎えるという感じですね。そういう感じですね、さあそして今日最後のニュースはこちらです。気になっている方も多かったと思います。吉田選手プロ入りというような決定がなされたということですかね。そうですね、今回の甲子園で準優勝して、一躍、全国区の、スターに名乗りを上げた、金足農業の吉田投手なんですけど、4日になってですね、進路が注目されてたんですけど、どうも4日になって、
進学先として内定していた八戸学院大に、断りの連絡を入れたと、はい、ということで、近日中にもプロ志望届を出すんじゃないかというような方向になりました。で、日刊現代としてはですね、その前にですね、2日かな、一体どうなってんですかということでですね、はい、金足農業の元監督の島崎さんに、うん、直接お話を聞きました、はい、で島崎監督というのは、長い間ですね、金足農業を率いている、名物監督の一人で、はい、今の金足農業の中泉監督と吉田投手のお父さんも、はい、島崎監督の教え子、はいはい、ということで、吉田投手のですね、進路にも、大きな影響を及ぼす人ということで注目されてたんですけども、2日の時点でその島崎元監督に話を聞くと、やっぱり、島崎さん自体は吉田には、大学行ってからね、はい、プロでも遅くないと、プロは厳しいところだし、どうなるかわからないし、はい、仮に成功したとしてもその引退後の方が、人生としては長いわけだから、うん、大学で届いた方が、プラスだろうというようなことはしっかり吉田には言おうと思ってるというふうにおっしゃってたんですけどもね、はい、そういう、ご両親と、中泉現監督と、おそらく島崎さんなんかも交えてですね、はい、話し合った結果、本人がおそらくプロで勝負してみたいと、いうことになったんだと思いますね、それでそのまた前にですね、日刊現代の巨人の香取 GM に話を聞いたですね、香取さんは明言こそしませんでしたけども、9割9分ぐらい、プロ志望届を出したら吉田を1位で行きたいというようなことを、示唆するような発言を、兵士の記者にしてと、で甲子園後にですね、吉田投手はその、報道陣からの、ある種の誘導尋問みたいな形だったですけども、巨人が好きで巨人に行きたいみたいな、発言をしてですね、波紋を呼んだんですけども、そうですね、本当にあれ誘導でしたけどねでそれはやっぱり巨人にとっても非常に重い言葉であって、ですよね、これはちょっと指名しないとやばいかなみたいな雰囲気で、巨人は巨人でその、こういうチーム事情ですから、はい、4年連続 V1 ということが、現実味を帯びてた段階で、即戦力投手、今年は大学生にもね、いい投手がいるので、そちらをドラフト1位というふうに考えてた節があるんですけども、全国区になった吉田投手からですね、よもやのラブコールを送られた形 で、ね、はい、でそれに応えないわけにもいかないだろうということで、球団内でもかなりいろんな意見が出たようなんですけども、おそらくこれでプロ志望届を出せば、巨人は、今回の吉野部監督の辞任でですね、香取 GM も一緒におそらく辞めることになるんですけども、でも基本的な多分ドラフトの方針は変わらないとは思うんで、吉田投手を1位指名するんじゃないかなというふうに思いますけども、ただしそのあとは日本ハムとかですね、日ハム絶対持ってきそう、巨人が一本作りできる保証はないので、そうですね、何球団かの競合になってですね、巨人がその交渉権を引き当てればですね、巨人にとっても吉田投手にとっても最もいい、そうですね、でもそうなると誘導とはいえ言ってみるもんだなっていう感じもありますよね結局ね、要はね、スカウトっていうかあのジャイアンツ側もなんか指名しないと悪いかなっていうような雰囲気を出すっていうのは、もちろんそれだけの成績があるからこそだと思うんですけど、それで言われてあって なるというのはやっぱ言ってみるもんだなっていうのもちょっと思いました。ただあれですよね、夏の甲子園で素晴らしい成績を収めましたけども、それまではプロ野球のスカウトの中ではドラフト候補選手としては名前が挙がってましたけども、1位という評価ではなかった。でもその投手が、ある種突然、ああいう全国区の舞台でものすごい活躍をして、
まあ、あれがこうなんだろうな、たまたまこう勢いに乗ってたからなのか、はい、本当にその実力があるのかっていうようなところを、まあ、測りかねてるスカウトもいたんですけども、甲子園の後ですね、 U18 っていう世界大会があって、はい、そこでまあ吉田投手は2敗を喫してですね、もう一ついいピッチングができなかった。で、まあ、甲子園の疲れがあるとはいえ、やっぱりどうなの、吉田ってやっぱりそこまでのピッチャーなのかなっていうような、はい、雰囲気も出てきたところで、この前の国体がですね、はい、ものすごく素晴らしいピッチングをしてて、はいはい、4回で10三振、5回で11三振だったかな、ね、152キロもね、自己最速を2キロ更新する152キロって、はい、あれでもう完全に、あ、これはもう本当に実力があるんだなということを、まあ、知らしめたと思いますよね、はい、で、まあ、それも巨人の判断に多少影響を及ぼしたとは思いますけども、あとはまあ巨人からすると何球団が吉田に果たして1位を入札してくるかというようなところですよね、はいはい、そうですね、まあ、日ハムはそういうの大好きですからね。でしかも巨人が強いですからね、本当に強いです。また巨人だから抽選には弱いですから、はい、本当思います、うん、でも日ハムとしてはもう最も話題になる選手、そう、もう日本ハムは絶対その後行くっていうのはもう、そうです、もう射程としてあるんですよね。そうです、ドラフト戦略のもう一番にはその年の話題で一番実力がある選手を1位指名すると。それは野手が余ってるとか投手はいらないとかっていうのは関係なく、はい、とにかく1位は その年一番いいと思う選手を行くというふうなドラフト方針がありますので、はい、おそらく吉田投手に行きそうな感じがありますの です、ね、他の球団も例えばロッテとかですね、もう吉田投手が非常に興味を持っていて高い評価をしているようなので、まあ、3球団か4球団か、はい、まあ、大阪桐蔭の根尾選手とですね、藤原君もいますけどね、はい、まあ、根尾選手と吉田投手と、まあ、人気が二分されるんじゃないかなというふうな感じですね、はい、今ドラフトはちょっとドラフトが楽しみになったなっていう感じはあります、うん、本当はね、大学に行ってっていう意見もね、もちろんありますけど、まあ、決めた以上はもう応援するしかないですからね。そうですね、はい、ドラフトはいつでしたっけ？今月の27日ですよね、はい、ということで今月末にあるのでぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、ということで今日も4つの話題についてお話をいただきました、また来週もですね、いろんなニュースが出てくると思いますが、ぜひ日刊現代をお手元にいただいてから読んでいただければと思います、ということで今週はこの辺で失礼します。ありがとうございました。どうもありがとうございました。